皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回もマリオメーカー2やっていきたいと思います。いきましょう。さあ、こちら行きましょう。これで友達の家に着くということで、クリア率 2%、ベストクリアタイム38秒。スピランじゃない、どう ?2%? 意外とむずい。さあ、行きます。どんな感じかな。スピン。これだけ?あ、結構むずいかもしれない。これで今抜けたけど、一発でやばい。あ、でもこれダメだ。離さないけど、そうそう。意外とむずそうだな。しっかりパウですね。ああ、スピンか。オッケー。よし、いけたよ。意外とむずい。意外とむずい。意外とむずい。いや、このコース意外とむずいな。2%だからってなるけど。意外とむずい。うわ、待って、スピンか。あそこ1番線のとこ抜けるんだ。意外とむずいな、これ。マジか。頑張ろう。よし、いけた。オッケー。やっていけた。オッケー。さあ、これで、リフト、リフト。ゴールかな?ゴールだね。オッケー。ゴールじゃない。まだある。怖い。こうして。怖い怖い。大丈夫?意外とむずいよ、これ。ゴール?お、ナイス、オッケー。いや、意外と。あ、でも2%ってこんなもんか。ありがとうございます。さあ、マリオの冒険4に行きましょう。クリアと17%ですね。ベストクリアタイム46秒です。クリアと17%って 難しい、入る。そこなんだけど。さあ、クッパチには3体ですね。ただ、まあ意外と、まあどうでしょうかね。難しいなんで。でも、おかしいな。2%のクリア率でも難しい入るのもあればさ、それの9倍近いクリア率で同じ難易度に入るってすごい不思議だけど。まあ、やってこう。ん?何これ?敵なし?つけない。ピンクコインつけるか。あ、そういう系ですか。はい、そういう系ですか。了解です。なんかそういう系なんだね。そういう系なのか。はい、オッケー。っていうことは、ピンクコインはいらないってことですね。絶対。なんかいきなりそういう引っかかるの。おお、ブンブン3体。2体。クッパチには3体なんですよね。まずい。ファイヤー無限でいいか。あ、出てた。これを3体。あ、これでゴールか。これも端っこへするとも思ったけど、ちょっとブンブン来るから結構厄介か。大丈夫か?あ、これ、ちょ、ちょ、あ、やべ。ちょ、一回アイテム取る。アイテム取りに行こう。これ、やられた終わり。アイテム取り、じゃ、ブンブンきつい。いくよ。倒すか。倒す、めんどくさい。しか耐久入れつつ、うまくいって。さあ、ファイヤー取って。ファイヤーじゃなかったけど、きつかったな。まあ、クリエイツ17%の割には1回も引っかかったし。まあ、でも無限に出るからね。確実に行けばいいんで。あ、オッケー、条件達成。いつの間にか条件達成した。ナイスゴール。さあ、こちら行きましょう。初心者が作ったスピードラン2ですね。ベストクリアタイム57秒。まあ、約1分か。クリエイツ3.35ということで、難易度的には、まあ、難しいぐらいの難易度ですけど。まあ、いきますか。3%ですね。頑張ります。あ、待って、いきなりそうくる。いきなりそうくる。いきなり、トゲ。はい。なんかズル、え?ズル系?え、ズル系スピなんこれ。もしかして、なんかズルっぽくない?違う?わ?え?はい?は?え、どういうこと?ズル系?もし騙される、トロールスピなみたいな。でも3%で悪くないです。なんかトロっぽくね。トロールっぽくない?これ。すごい。いきなりプクプク出てきたし。ちょっと頑張ろう。まずは、ゆっくりでもいいのかな?これ。じゃあ、でも時間余裕あるもんね。レスクレータイム的に言うと余裕あるから、ゆっくりでいいと思うんですけど。何これ?なんだこれ。まずここオンオフする。で、鍵取って、こっち行って、あー、鍵ドアあるわ。あ、積んだ。あ、そういうことか。オッケー。今のじゃやり方でやってきますか。はい。よし、来たよ。鍵ドア入るよ。オッケー。これで。P スイッチ時間内に行かなきゃダメなんだ。意外とむずいな。頑張ろう。オッケー。時間内に行けってこと。あ、なんか下駄っぽい。なんかこれ行き方わかんなくて今すごい苦戦してたんですけど、なんか行きましたね。あ、こうか。あ、これできる?あ、オッケー。なんかいまいちそのルートが分かんなくてめっちゃ苦戦してたって。 10回じゃやられたぞ、それ。 さあ、これで、下手やっとけたね。オッケーで、ドアです。はい。いやー、マジで3パーにしてはめっちゃやられたって感じあったな。やっとけたけど。
まあ、こんな感じかな。一応スピランであるんで。一応デカ状態。あ、オッケー、そういう感じか。つらら行くんで、バネ持って、なんか来る？なんか来る？怖いな。って、やばい。大丈夫？え？バネ？土管？なになに？ちょっと怖いぞ。結構むずいぞ、これ。ゴール？あ、ナイス、オッケー。やった。あ、ゴールか。オッケー。さあ行きましょう。さあ簡単コースですね。クレア率 2.61%、 ベストタイム27秒。まあとにかく簡単で 2% 台と。とにかく簡単だったらもう簡単でいいんじゃない？もう450、60。はい、まあもう簡単じゃないですね、トゲ出る時点で。はい、いや、なんか上からめっちゃ降ってくる。危ねえ。ハッ、これはこっちなの？左なの？左？左じゃない。違うな。俺、スピンだな。スピン。待って待って。行き方わからん。これ、それとも右？どっち？とりあえず、あ、いますか。これでスピンで。あ、じゃ壊してくれるから。壊して。違う、違う。待って、待って、むずむず。こうか。やべ。え、どういうこと？どういうこと？いけるかな？じゃあ、これどうする？まずここスピンすんじゃん。スピンして。微調整。え、違う。え？なんかある上ないよね。え、じゃあ右だ。ミスったミスった。右だ。左なんかあるからなんて思ったんだけど、右でした。特に関係なかった。あーっむずい。普通にむずい。さあ、これ行きますか。一応大ジャンで行きますだけど、ちょっとミスったかも。あ、いけるか、OK。なんか来そうだな。土管ですね。何があんだ、一歩通行系。ああ。どうしようかな。あ、そうだよ、OK。じゃあ、こうしていって。ちょ、待って、来い！え？ここ、まあ、とりあえずガボン倒していってみるか。OK。とりあえずこれガボン倒すじゃん。ガボン倒したとき見たときに、これで、タイミングいいときないかな。ここだな。ここだ。OK、行こう行こう。これでドアン。ドアン、土管ね。土管入ってゴールでした。ありがとうございます。さあ、こちら行きましょうか。みんなで楽しく、スピランですね。お。これジャンプ系ですかね。雪でのスピラン。27秒ぶつけタイム。クリア率 3.18% ですね。まあ、いい感じの、多分、綺麗な、ジャンプ系の、パウ投げ系、パウ投げリフト系とかのスピランか、やってきますか。OK、そんな感じですね。はい。よいしょ。あ、もうクリア率 3% なんで、ちょっと微調整とかも入れたら危ねえ。よいしょ。しゃがみ。スピン。あー！で、あった。結構難しそうだな。頑張ろう。オッケー。あー、危ねえ。まっすぐ。スピン、怖い。怖い。うわー、怖い。大丈夫かな？ジャンプ。なになになに？え、なにそこ？あー、そういう感じ？マジか。ここ大ジャンだね。オッケー。こうして、ポン。え？怖い。危ねえ。ドア。ナイス、これ、オッケー。さあ、こちら行きましょう。毒沼から逃げろ。ブランコクレーのアスレチック。クレーツ555ですね。5.55。ベストタイム28秒。まあ、毒沼、毒から逃げろ。的なやつ。毒沼系、毒沼系というかリフト系というか、なんていうかコースでやっていきたいと思います。さあ、行きます。いや、違うね。さあ、まずは土管から。裏面行くのがいいっけ？で、毒沼上がるっけよね。だから、あ、まあ、壁、行っちゃえば壁キックコースの、だけど、クリア率的に見たら壁チックコースより、だけど、まあ、緩いかなって感じでもないか。怖い。うい。いや、意外と難しいぞ。いや、意外と難しかった。5% 上がって、意外と早く行かないと、毒沼来るからね。うい。ナイス、よし、OK。これでゴールだったりするかな？ゴールで、あ、ナイス、ゴール、OK。意外と怖かったけど、なんとかクリアできた。よかった。オッケー。さあ、こちら行きましょう。ということで、ちょっと視聴者さんから来たんですが、最強のサムネ映えってコースをね、やってくださいみたいに来たんですけど、ベストタイム1秒 1.835。クレーツ高いな。でも、ギャラリル率も高いのか。22%。え？これサムネ映えって言うけどさ、これ、あれじゃない？普通に、ゴールできるよね。スピンとか、なんか小スピンとかできるよね。行こう。ん？あ、違う。ん？普通にスピンで終わりかなと思ったけど、さすがにそんなに甘くなかったけど、多分抜けろってこうです。ここのところを今のところ抜けろってことですね。はい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 。
なんでタイミング合わせていきます。あ、いけた、オッケー。こんな感じですね。ナイス。意外とやっぱクリアしすぎて簡単だった。オッケー。はい、ってことで今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。